Osaka. We'll be stopping at all stations before arriving at Shin Osaka Terminal. The conductor's room is in car number 8. Thank you.久しぶりになってしまったんですが、あのね、スマホを入れて走るポーチがついにダメになってしまって、 YouTube 見てるとね、もうボロボロのポーチが映ってたかと思うんですが、ついにあの閉まらなくなってしまったので、スマホを入れるポーチがなかったために撮っていませんでした。それとね、季節の変わり目で偏頭痛がすごくて、まあ、やっと治ったんですけどね、偏頭痛には困ります。だんだんね、気持ち悪くなってくるんですよね、めまいとくばして。多分女の人に多いのでね、分かる人もいるかなと思うんだけど、まあそれも収まり、今日ね、久しぶりに走りに出たらふわっと金木犀が香りました。そうですよね、10月といえば金木犀ですね。昔に音大に行ってた時に、2学期、いや後期の始まりが10月だったんですよ。それで10月になるとね、あの学校に行く行き帰りに金木犀が香ってたのを思い出しました。あの楽しかったというよりはハードな日々だったので、なんかね、そのハードな日々だった時の方がいろんなことを覚えてるものですよね。まあ、頑張ったなと。で、大体あの自分のことは頑張ったら頑張ったなってねぎらってあげるといいと思います。特にね、メンタルの安定のためには人から褒めてほしい、褒めてほしいと思ってると、あのなんていうか終わりがないんですね。誰かよりもできたとしても、それから誰かに褒めてもらったとしても、絶対にその行き着く先がないので、いつも褒めてもらわないといけなかったり、誰かよりもできたと思ってもね、必ず上には上がいますから。だからまあ、心の安定のためには自分で自分をねぎらうというのはすごい大事なことだと思ってます。やっぱりね、このちっちゃなことができない場合、やっぱり病んでしまって、SOS を出してね、私がカウンセリングをすることもあるので、まあ、ちっちゃいことだけどね、ねぎらってあげるといいかな。それでそれはやっぱりね、昔小さい頃の親子の会話の延長が、というかそのなんていうの、焼き付けが自分の自己対話、脳内会話になるんですよね。で、まあそれがね、いつも親から責められていてしんどかったっていう人も、大人になったらね、もう自分で切り替えて、そこはもうなんていうのか、 100% できる親なんていないので、そこはもう自分でね、新しい親みたいなのを自分で作って自己対話をしてほしいなと思うんですよね。ちょっとね、今雨が降ってて、どこで土砂降りになるかわからないというね、スマホで撮っているので雨降ったら終わりみたいな感じです。春分の日にね、名古屋に行きまして、名古屋に長男がいるんだけど、そこに子供が生まれたのでね、それ、まあ、かわいいかわいいで、それだけじゃなくてそれだけのために行くことはどうだろう
桶狭間とね長篠の古戦場に行きたかったんですね。でまあ結局天気が悪くて桶狭間の古戦場後にしか行けなかったんですが、まあ楽しかったです。今川義元とね織田信長の織田信長が奇襲をかけたところですね。今川義元が桶狭間山に本陣を張ってて、そこにね織田信長が奇襲をかけたんですよね。後ろから回り込んでって、で義元公の首が打ち切られた場所が公園になっていてね、今そのジオラマ銅像が立ってますね。かっこいいです。戦国時代ってすごいですよね。私は推しは小早川隆景なんですが、毛利のね一族のね、みんなこのネットも電話もない時代に1万2万3万織田なんか5万ですからね、5万の増兵と騎馬軍団をね鉄砲とね従えて日本を縦断横断するわけですから、すごいですよね。だからよほどね求心力がないと無理だと思うんですよ。で求心力って言ってもねネットないから、その人が本当はどんな人かなのかっていうのは言い伝えしかないですよね。でその言い伝えの中でやっぱりその過去に名を残している、もう400年経っても名が残っている戦国時代の武将っていうのはものすごい求心力だったってことですよね。でその恐怖政治みたいなことだけではもう戦うという精神をかけるモチベーションって起こってこないので、まあよほどねこの人についていけばみたいなことがあったと思うんですが、まあ男の人ですからね、私は女なので、あの最終的な気持ちはわからないですけど、やっぱりね何万という単位の人を集めるというのは生半可なパワーじゃないです。カリスマですよね、本当ね。でみんな若いからね、私の好きな小早川隆景公は60代で死んでて、毛利元就はね70代で、で織田信長なんかもう40代とかで、まあ、武田も上杉もね今川義元みんな若くて亡くなってますが、もうだからやる人たちは10代からやる気とパワーとオーラに満ち溢れてたんでしょうね。でやっぱりその政治と同じ2代目3代目4代目となるとだんだんねそのオーラが薄れていって、やっぱりその本人なんですよね。で大体ね強い人は兄弟やおじいとかね甥とか亡き者にして自分がのし上がっていくわけですが、とかく兄弟ってねやっぱ軋轢があるものですよね。だから兄弟の仲がいい人は、まあ、人格者だなと思うし、兄弟の仲が悪くてもねカウンセリングとかしてて、まあまああるあるかな、人間の常としてギリシャ神話でもありますからね、あるあるかなと思います。私は双子の妹ですが、やっぱりね仲が悪い時期っていうのは結構あったし、いろいろとね含むこともあったりするんだけど、よく考えたら今の私があるのは妹がいたからだっていうふうに思います。やっぱね一人では頑張れないんですよね。私にとっては、まあ、ライバルであり競争相手であり、まあ、切磋琢磨して自分があるっていう感じです。桶狭間ね本当に良かったです。今川義元公のね首の見聞をしたお寺とかね、それから当時は神社にねお参りしてたんですよね、あの戦に行く前にね、それもすごいですよね。桶狭間の戦いに行くまでに織田信長は熱田神宮に寄ってますしね、今川の方もね重要な家臣の一人が近くの明神社だっけなにやっぱり祈願してるんですね。でそこも古いお社でね、あのすごく良かったです。日本のいいところはそういう風に古いものをちゃんとその取って祀っている、そして残しているというその姿勢ですね。これはね
日本人ならではだと思うんですよ。それからやっぱり戦国はその調略のやり合いですから、つまり、誰に寝返るかとかね、誰と同盟を結ぶとかね、だから本当の敵というよりは昨日は敵で今は味方みたいな、いろいろあるので、まあ、敵になって打ち取った時もね、大変よのみたいな、お互いこの世の中じゃけん、広島で大変よのみたいな、相手も称えるというね。だからオリンピックなんかでもね、日本人は相手も称えますからね、一人で戦ってるわけじゃないのでね、相手がいてからいてこそのことなので、なんかそういう道徳文化みたいなのすごく好きです。だ本当は調べればね、あちこちに史跡ってあるんですよね、古いものね、取っておくというね。でやっぱりその大事だと思わなければもう掘り返して道路とかにしちゃってますから、それをこう長い間取っているっていうのは、やっぱりその人々がこう架け橋をつないできて、それぞれの心に刻むものがあると思ったからなんですね。でそれはやっぱり日本の文化というかいいところだと思います。なんか手前味噌ですけど、そういう日本人のピュアなところ、なんていうのかな、うまく言えないんですけど、やっぱりどっかピュアなところがある気がします。ピュアといえば、昨日レッスンで小学校1年生の女の子がレッスンに飽きてきて、何かピュアな曲弾いてって言うんですよ。で最初はエリーゼのために弾いてって言うと、エリーゼ弾いて、まあ、途中で明るくなったり暗くなったりだねみたいな、でまだピュアな曲を弾いてっていうので綺麗な曲ではなくてですね、シューベルトのさすらい人の歌、暗い曲ですね、それをね弾いたんですよ。有名なフレーズの暗い気持ちというか、その、気持ちをね、心情のトロみたいな単調の部分ですね、そこを弾いてパッと見たらね、その子がね目が潤んでるんですよピュアな曲を弾いてと言った小学校1年生の女の子がピュアな曲で目が潤むという、そのピュアさ加減すごいなと思いました。その感性ですよね。なかなかね、あのレッスンで私の先生の言うことをちゃんと聞いて、いやちゃんと言う通りになるって子はいないんですよ。私も結構泳がせているので、でもね、その中で感性を潰さないようにするっていうのを気をつけてます。で私はその子その子に合わせて自分のキャラクターを変えてます。だからいろんなキャラクターになるんだけど、まあその分疲れる今日疲れたな、まあ頑張ったなって自分で自分をねぎらって帰る感じですね。で基本的にはなんだろうな、まあ自分の羊飼いじゃないけど、自分のやってほしいことに持っていけるようにはこうするんだけど、直接的ではなくて、なんかそっちの方向に行くように仕向けるとかね。最近やって面白かったのは、こうリトミック、リズミカルな、なんだろうな、体幹、リトミックって体幹ですから、何かその簡単に、例えば簡単なチューリップでも蝶々でもいいですけど、弾いた時に体にリズム感が伴ってないことがありますね。でそれをやるのに私が弾いて、子供たち生徒さんに打楽器を叩かせるっていうのをねやるんですけど、じゃ先生がピーって言ったらメトロノームさんが動くんだよって言ってでピーってやったら終わるんだよって言ってメトロノームごっこするんですけど
意外とねこれ聞くんですよ。その後に聞かせたら、あとはねその私を見てますから生徒ちゃんは。私が体も動かしながらこうリズム取って弾くと、それとね一緒に拍を打楽器で取っているので、その後弾かせるとね結構リズムが入ってたりするんですよね。じゃあ先生が今度メトロノームになるねって言って、はいじゃあ、はい、ピーってやって、ピーって言って、で終わったらはいピーってやんないと止まんないよって言って、でピーってやろうと思ってこっち近づいてくるんですけど、ちょっと逃げる、後ずさりする、でちょっと笑いながら来るので、そしたらちょっと走るとかねメトロノームが走って逃げるみたいな、これはなんか結構最近受けた一つです。やっぱね面白くないことって覚えてないんですよ。面白かったことって覚えてるから、なるべく面白くしようとしてるんですが、効果はどうなんだろう。あ、なんかでもね雨は小降りになってきましたね。いや喋ってばっかりじゃない、走らないとね。行きますか。あ、水たまり、ここ駅の近くなんですよ。戦国時代の話に戻りますけど、まあ、人がね殺し合いをして覇権を取るというのはねちょっと野蛮な感じに感じますよね。で今はそうでは、まあ、やってるところもあるけれど、じゃあ今は戦国ではないのかって言ったら、やっぱり戦国時代だと思うんですよ。結局お金というね覇権を誰が一番取るか、領地を拡大するのと同じですよね。お金という代替戦争みたいなことになっていて、結局争いはやまないんだ。で私たち女なんだけど、やっぱりオスって、まあ、そういう差があるのかなって思っちゃったりします。そうじゃない方ごめんなさい。でね平和って言うけどね、よく考えて、じゃあ平和じゃない時はいつもこう不安におののいていないといけないのか、幸せはどうなるんだ。なんだけどよく考えたらね、本当の平和ってただの文字なんですよね。で平和に思えるかどうかっていうのはその人その人の感性というかイマジネーションなので、文字だからね。で世の中は常に変化していて、じゃあ変化しないのが一定の状態が平和なのか、それはねないんですよ。仏教の教えでもあるけど、色即是空、ないんですよね。だからあれって戦国時代最近ハマっててあれ今も同じじゃないって思っちゃったんですね。で、まあ、私たちなんかね庶民はその誰が覇権を握るかで世界でね、今争いが世界になってますから、あっち流されたりこっちに流されたり、こう不安に思ったりすることがあると思うんですが、これが普通なんだって思うしかないですね。変化が常なんだっていうね。福岡新一さんがね動的平衡という言葉を提唱されていますが、人間の体っていうのは常に変化していて、そのなんていうかな、固定したものじゃないんですね。動的平衡の中でこう生きていると、それと同じで世界も動的平衡の中で生きていて、もうね完璧な平和は求めない。だけど外側にね、それは外側にあるんじゃなくてそれぞれの内側にあることだと思いました。それでもねゲームがみんなが好きだったりとか、私自身が戦国時代ってすごいなってハマるのもね、やっぱり勝負っていうものがね人間の心を捉えるからですね。でそれを消化させたのがスポーツだし、人気ありますからね、大谷翔一が勝つかどうかとかね。だから勝ち負けっていうのはやっぱり人間にとってのすごい娯楽なんですよね。それがマスに及ぶと戦争になったりとか
領地とかお金の覇権争いになったりとかで関係ない大勢の人が巻き込まれるとかあるんだと思いますね。そう、また話は戻ってレッスンの話なんですけど、私は結構格闘技見るのが好きで、格闘技をね見てそのセコンドにつく人がね、あの選手に声かけますね、リングの外から、行け行けとかね、左右とかね、ここ狙ってるぞとかね。で中にね、何々くんいいよいいよ、なんとかなんとかいいよいいよっていう人がいるんですよそれがすごい良くてね、なるほどと思って。ピアノのレッスンの時もね、さっき言ったことがこうできたらそういう風に言いますね。いいよいいよ、とってもいいよ、素晴らしいよ、もうねこれ口癖にした方がいいと思います。中にはね、叱って育つタイプがいるっていうかもしれないけど、私結構ね褒めない先生だったんですよ。でいつも地位とか思って、まだ足りないんだとか思って、で私は、ね、その何にクソの人なのでもっとやろうって思ったけど、まあ、基本はね褒めた方がいいと思うんですよね。まずね、まあ、褒めてね、それから自分がお手本を見せてね、それからできた時にいいよっつってね励ます。よほどマゾキ質じゃないとね、叩かれて育つっていうのはないと思います。こう喋らない時間っていうのはねたくさんの人がそばにいて立ってる時とかねそこ通る時ちょっと喋りにくいですね。戦国時代はね褒めなかったらしいですけどね、なかなかその頑張ってもなかなか報いてもらえない、特にね下の方の増兵たちはそうだったらしいですね。だけどね本当に考えるのに、冬も夏も戦をしてるんですね。で増兵は歩いてるし、まあ騎馬部隊はね馬に乗ってるかもですけど、馬に何日も乗り続けるって大変ですよ。モンゴルで半日馬に乗っただけでかなり関節系にガタきましたから、本当にすごいですよね。で雪の中の陣とかもあるしね、一体どこに寝てたんだろうとかね。あとそんだけのね万単位の軍勢を動かすには食べ物も水も必要ですからね。現地調達って言っても当てにならないから、兵糧部隊もいたんでしょうね。それからね運ぶだけじゃなくて調理しないとみんな食べれないから、一体どうしてたんだろうって思います。まあ、その中でね生き残ってきた人たちの子孫が今いる人たちですからすごいですよね。そう思うとどんどん強くなってるのかなどうなんだろう。あ、なんかねいい風が吹き始めました。うん、金木犀の匂いがする。こうね日本中のあちこちに小さな神社がありますよね。なんだっけ、コンビニの数よりも全然多いそうですよ。すごいですよね。さて帰ってきました。皆さんはトリガーボールって知ってます？あのボールなんだけど凝ってるところグリグリするやつ、あれ私ずっと使ってるんですけど、最近さらによく活用するようになって、ちょっとやっぱりねこうだいぶ使った体なので結構ガタが来てるんですよね。
で長時間ピアノの練習をしたりとか、すごく手の張りを使うものをこう長時間弾くとやっぱ手が痛んでくるんですよ。それでね、トリガーボールでいろんな都合をねグリグリすると翌日の復活がいいですね。私はぎっくり腰になった時も自分でトリガーボールでなんかやっちゃいます。どこの筋が突っ張ってるんだろうって言って、あ、来ました。ちょうどね9時頃なので幼稚園や保育園の近く通るとお迎えの人じゃあ送りの人たちがいっぱいいます。そう、トリガーボールね、いいですよ。で、なんかね、あ、ここの筋をやるとここがこうな感じがするんだとかね、自分の体と仲良くなれるしね、まあ、ちょっとのことなんだけど、さっきのね、心の声かけと同じでね、ちょっとのことなんだけど違いますね。さあ、本当に帰ってきた。よいしょ。あ、今日雨だから綺麗ですね。では皆さん今日も頑張ってください。またねー。